高木慶一は、日本の政治活動家、岐阜県生まれ、岐阜県立大垣北高等学校、早稲田大学法学部卒業、都市銀行勤務を経て、1991年、産経新聞に入社。モスクワ特派員、政治部記者、政治部編集委員、長野市局長、那覇市局長を経て2018年2月16日より、編集局付け。 2019年4月末、退社。同年10月から、日本維新の会で、先住職員。自身が担当する連載シリーズ、沖縄西が報じない、ニュースの2017年12月9日付、危険帰り水日本人救出し、意識不明の米海兵隊員元米軍属判決の、影で勇敢な行動する、と題した記事で、高速道路上の交通事故現場に居合わせた。 中沖縄アメリカ海兵隊総長が自身の負傷を押して日本人を救出したと書き沖縄報道機関各社はこれを目殺したとして米軍の前行には知らぬ存ぜぬを決め込むのが琉球新報沖縄タイムスの西を筆頭とする沖縄メディアの修正と激しく非難沖縄西を報道しない自由を盾にこれからも無視を続けるようならメディア報道機関を名乗る資格はない 日本人として恥だと断じた。この記事について1月30日に琉球新報から指摘を受け、高木は当時の然るべき取材で得た情報に基づいて書いたと回答した。その後、2月8日付で産経新聞は再取材した検証記事を掲載し、総長は日本人運転手を助けようとしたが、救助を完遂する前に車に跳ねられていたことが明らかとなった。 また、検証記事は、記事は救助活動を伝えた、アメリカ NBC テレビの報道や、総長の妻のフェイスブック、アメリカ海兵隊の広報担当の救助活動を、称える回答などに基づき書かれたが、沖縄県警察には取材しておらず、事実確認が不十分だったとして謝罪し削除した。これによりシリーズは2017年12月30日、付け、 ガナハマサコさん FM 番組あわや打ち切りに左翼の言論弾圧に屈しないを最後に打ち切られている。また2018年2月16日付で産経新聞はこの一件について高木に出勤停止1ヶ月と支局長公徹編集局付とする処分を下した。沖縄タイムス記者安倍学は自身について書かれた記事などに関して高木に面会を求めたところ あんたの都合なんか知らないよ。潰すからな。蛇みたいな男だ。受けて立つよ。俺は、三景の顔だからなと罵声を浴びせられたとしている。ありがとうございます。